戦闘丸くん、見つけたよ。その様子じゃ、もう使い物にならんかね。おじきか。やってやる。それ以上は進ません。六道の巨人。ダメです。各所で進軍が止まっています。野郎ども、今だ。戦闘丸めがけて進撃するぞ。正気を取り戻したようだね。パシフィスタを止めて休んでるといいよ。そうさせてもらう。三刀流奥義、六道の巨人。三刀流奥義、六道の巨人。後悔するなよ。ゴミどもが生意気な真似をするじゃないか。パシフィスタよ、我が力でよみがえれ。人間どもを焼き尽くすのだ。なんでパシフィスタを生み出しやがったのか。面白いな、どうしやがる。国情驚くのはまだ早いぞ。パシフィスタが連携したと厄介だ。今のうちに一匹ずつ飛びしとけ。再起動完了。獲物を横取りすんじゃねえよ。うっせえマリモ。残らず蹴り飛ばしてやるぜ。六道の巨人。世界一。俺もお前らの格の違いが分かったか。おい、エロガッパ。
困ったね、軽い気持ちで来たのにね。こいつら、これ式で俺を殺せると思ってやがる。三刀流奥義、六道の辻。三刀流奥義、六道の辻。だがあいつらは私の力で何度でも蘇る。再起動完了。目標を確認。存外力を消耗するものだな。国境大手だ。私の明るい未来を見届けるまで何があっても倒れねえ。アシフィスタ集結だ。本拠地を守れ。やってくれ。二度までも神に立てつくとは不届き。天罰を与えてやろう。貴様が神であってたまるか。気を抜かれやろうが。アシフィスタよ、縦に分かれて攻撃しろ。おい、エロガッパ。なよ、マリモ。もうダメだ。パシフィスタよ、最も弱ったやつを狙うのだ。エクトル。スリットはホルディー。今日はここまでにしておいてやる。私は神のあるべき場所に帰ろう。近頃は生意気な小僧がいたもんだ。海賊と同感だ。世も済みだな。え？ふう、困ったね。海軍と海賊が意気投合しちゃいかんでしょう。じゃねえか。負けて恥じる気持ちがありゃ十分。出直してこい。おお、海賊の諸君、君らの協力には感謝するよ。だが、これだけの賞金首を目の前にしてほっとくわけにもいかんよね。もちろん君も例外じゃないよ。スモーカー元中将。てめえ。プル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 。おお、本部から連絡が入ったようだね。ちょっと待ってくれるかい。もしもし、こちらキザル。おお、そうかい。ま、政府の意向なら仕方ないよね。了解。ふう。ガチャ、どうした。本部が何じゃ。当面は黒ひげ連合の打倒が最優先。麦わら白ひげの連中とは一時休戦せよだそうです。海軍を海賊と組ませるとは、政府もいよいよ切羽詰まってきよったな。そんなことを大声で言わんでくださいよ。そういうことで海賊の諸君、
後で正式に海軍本部から話が行くと思うけどね。今回はお咎めなしってことでいいよ。あともう一つ、スモーカー中将。ああ、君と君の部隊に対する処分だがね、もう無効になったらしいよ。海軍に戻れるのか。よかったな、スモーカー。ダイヤルの力が周知のことになった今、海軍本部もお前ほどの男を海賊にしとくのが惜しくなったんじゃろう。勝手なもんだ。ルフィ、お前らと戦わずに済む名目ができたからわしも一緒に行ってやろう。兄ちゃんが？海軍もお前らと争っている場合ではないとようやく自覚したようじゃからな。おめえが見ても今のティーチを脅威と見るか。黒ひげ連合の成長を放置すればいずれ世界が飲まれる。すでに奴らは海軍を襲ってあまりあるほどの戦力を得ておる。お前らとの連携なくしては太刀打ちできんじゃろう。同感だが、まさかおめえと組む日が来るとはな。長く生きてみるもんだ。まさに世も末といったところじゃな。スモーカー、お前もわしと来るんじゃろ。もちろん、この一件の行く末見届けてえんで。長年海兵をやってきたわしでもこの先は読めん。ルフィ、覚悟はできてるんじゃろうな。もちろんだ、俺は負けねえ。ならばわしもできる限りの手は貸そう。白ひげよ、わしらは老いたがまだできることはあるじゃろ。一時じゃが共に戦わせてもらうぞ。ああ、このイカれた時代に決着をつけてガキどもの世代につないでやろうじゃねえか。